アゴアウ192、アゴアウ192クーリエは、1930年代に、ドイツのアゴー社が設計、製造した小型の双発機である。3機の試作機の後に6機が少量生産され、輸送機として使用された。アゴー社は、ゴータゴー146や、ジーベル FH104 と、同じ小型航空機の要求に応えた双発の、多用途機の設計を携えて、 1934年に再行された。アゴー車設計の青192は、全金属製の型持ち式低翼単葉機であり、モノコック製胴体に2名の操縦士が、密閉式の操縦席に並列に座り、独立した客室に5名の乗客が登場した。2機の出力1 7 9キロワットのアズ10エンジンと、引き込み式のオリン式交着装置を装備していた。 試作初号機は1935年半ばに初飛行を行い、初号機に似た2号機がすぐ後に続いた。試作3号機はさらに多くの乗客を収容できるように深い胴体を持ち、強力なエンジンと改良された膠着装置を備えており、これが軽輸送機、救急搬送機や測量機として計画された青192バイトの基礎となった。 加えて小型偵察機や軽爆撃機といった数種類の軍用基盤が提案された。しかし野豪車はドイツ空軍から他社製航空機のライセンス生産を多量に受注していたため、わずか6機しか製造されなかった。6機の量産型は国家が購入し、1機はドイツ労働戦線の超ロベルトラインの専用機として使用され、残りは武装親衛隊で、 輸送機としてとレヒリンのテストセンターで使用されたエアーインターナショナルジューン1977ありがとうございます。